皆さんおはようございます。そして会えなかった時のために、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。みわこです。たまには違う化粧がしてみたい、というわけで今日はちょっといつもと違うメイクをしてみたいなと思います。ただ私は学びました。ベースメイクからやるとめちゃくちゃに時間がかかる。だからもうベースは仕上げてあります。アイメイク中心に移して、もう眉とリップはバッサリカットするこれでいけるはずというわけで、今顔色がすごく悪いですが、私はチークを入れないのでとりあえずアイメイクをやっていきます。まずピンスのアリュールインモーション、こういう色、これで自然な陰影をつけていきたいと思います。今日着る着物まだ決めてないんですよ。ちょっと大人っぽいコーデにしたいんですけど、悩み中。この後、坂口安吾の桜の森の満開の下っていう小説の感想動画を撮ろうと思っていて、それでちょっとその内容に合わせて、ちょっときつい感じの、ツッツンってした感じのメイクにしたくて。あるかな？まぶたにも、をしっかり入れます。これはね、こういう感じ。で、次は、この、何年か前の、クレゾポーボーテの、クリスマスコフレ。これを使いまーす。この一番左のこれをちょっとベースにして。そしたら今日はちょっと二重幅が狭いんで広げていきまーす。皆さん化粧にどれぐらい時間かかります？私は撮影してなくても、ベースから、完成まで、30分はかかっちゃうかな。30分ちょっとかかっちゃうかな。もうちょっと短縮したいんですけどね。でもなんかやっぱり、ちゃんと化粧してると自信がつくっていうか、ハキハキ喋れるんですよ。堂々と喋れるっていうか、まあ堂々とって言っても当社費なんですけど、私人前で喋るの苦手だから、ちょっと二重幅を広げました。したらさっきのクレドポーボーテのやつでの、ちょっと危ねえ、このこっちの黒いやつ、アイラインに使うやつで、ちょっと釣り目気味にラインを引いていきます。いつもちょっと垂れ目っていうか、ちょっと垂れ目気味に作るから慣れないと難しい。できるかな。まあ、リキッドの方がいいか。そういうことしてるから時間かかるんですよね。あら、この赤いやつを下まぶたの際に入れます。これ可愛くないですか？フレドポーボーテって
今はもう下地ぐらいしか継続して買ってないけど、やっぱり素敵な商品いっぱいありますよね。もう最近はプチプラばっかりです。涙袋の影も書いて、なんかちょっと隙間があるように見える。これでいかがでしょう。あとマスカラしないと。いいですかね。わかんないや。さあ、ささっと眉毛描いていきます。はい、眉毛の出現。あとは、リップ。いかがでしょうか。慣れないメイクするとやっぱ難しいですね。でも着る着物は決まった。着物着るまでを今回の動画にしましょう。これからその感想動画を撮るって言ったけど、感想動画の方を先に上げたいと思います。これはまあになるかな、わかんないや。最近更新頻度が落ちてるので、撮れるときにいろいろ撮っておこうと思って。なかなかうつ病が私のことを話してくれません。しょうがないね。ちゃんと自分と付き合って生きていかないと。25分やば。バツバツカットしないと。とりあえず髪の毛と着物着てきます。はい、 OK。 今日はなんていうのこれ、ポニーテールじゃないよね。日本髪でもこういうのあるよね。まあこういう感じにしてみました。コーデは赤を差し色に基本黒で染めてみました。ちょっとね、大人っぽい感じで。いかがでしょうか。では、今日の動画はこんな感じで終わろうと思います。みんなもね、たまには違うメイクしてみる。ちょっと楽しいかも。じゃあまたね。バイバーイ。